やはり私たちはこの軽井沢という非常に豊かな自然、そして光にこの恵まれた場所にこのような美術館を開くことになったわけです。ですからそのとにかく光にあふれる明るい美術館にして、絵を見に来てくださる方々がほっとするような、ああ来てよかったと思うような、そのこう開放感というか、その、まあ、開かれた気持ちになっていただきたいと思うわけです。芸術が私たちに教えてくれることがいくつかあるんですよ。その最たるものは何かといったら、芸術とは人と人が仲良くやる知恵として私たちがの中に、まあ、大きく存在しているものだということなんですよね。つまり芸術って何かって言ったらば、人と人がその痛みを分かち合う、喜びを分かち合う、そして、心を分かち合う、まあそういうことはやっぱ芸術なんですよ。ですからそういうふうなことを考えてみたときに、芸術っていうのは、まあ、平和創造の知恵というふうに考えてもいいと思うんですよね。でそこをやっぱりきちんと常に考えてないといけないのかなというふうに思ってますね。まあ、ウォーターフォールというのは まさに私 まあ、世界の中で の一つの、まあ、軸になっている作品に、まあもはやなったと。もう、それがもっと他のモチーフじゃなくて、滝というモチーフだったということは何という幸せだろうというふうに私は思うことがもう本当に多いですね。というのは、もう書いても書いても書き足りないという思いが心の中をよぎりながら書いているわけです。